日本の海、千葉の海を未来へつなごう、海と日本プロジェクト in 千葉県。1866年創業の西原屋、もともとは立山の寿司店で、今は千葉と東京で仕出し弁当の販売や食堂の運営などを行っています。そんな西原屋が海と日本プロジェクトとコラボ、仕出し弁当を期間限定で販売します。海を身近に感じてほしいという思いから、北は北海道、南は沖縄まで、あらゆる海の幸を揃え、メニューを開発したそうです。基本的にはお弁当屋では使わないような食材を今回ふんだんに使っておりますので、実際本当にいいものをお安く、それが実現できたお弁当になっていると思います。弁当のメニューには価格の関係で普段使いが難しいイカやキンメダイといった海の幸が使われています。こちらは白エビのかき揚げ、エビの香りが食欲をそそる一品です。このような食材は仕入れ先の協力があって揃いました。今回すごく感じたのは、その仕入れの部分で海水温が上がったりとか、昔は取れてた魚が、取れなくなっちゃったり、今回海と日本プロジェクトということで、そういう環境問題とか、今日本で貿易の部分ですか、そういうのもいろいろ問題があるので、ちょっとでもやっぱ興味を持ってもらえたらなと思います。海と日本プロジェクトと西原屋のコラボ弁当は12月11日から15日までの期間限定で販売、千葉と東京の一部エリアで注文できます。西原屋は海と日本プロジェクトを応援しています。海と日本、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。